プッシュアップニュース。さあ続いてはプッシュアップニュース、今週月曜19日です。 ZEP 東京で本日登場しますブロック B が初のショーケースライブ Do You Wanna Be を開催しました。このライブではテイルさんがソロで歌声を披露したり、ジーコさん、パッキョンさん、ピオさん3人でラップパフォーマンス、このような形でしてくれるなど多彩な姿を見せていただきました。そしてライブの締め、アンコールではこの曲を披露。ライブ終了後には彼ら自身も初めての経験だったというハイタッチ会も開催され、満員のファンたちとの触れ合いを楽しんでおりました。はい、ついにやってきてくれました。はい、本日のゲストですが、今 K-POP ファンが大注目しております期待のニューカマー、ブロック B メイドイン BS ジャパンにち早く遊びに来てくれました。よー Yo, do you wanna be? ブロック B! なぜよー、ブロック B だ。はい、よろしくお願いします。では半秒シュッキ、鍵溶けたくですみな。こんにちは、ブロック에서랩과プロデューシングを담당하고있는リーダー지코입니다。サルー。はい、ラップとプロデュース担当のリーダー、ジコさんです。こんにちは、ブロック B メインボーカル、テイルです。はい、メインボーカルのテイルさん。こんにちは、ブロック B에서サブボーカルがマチョンを맡고있는제효입니다。はい、サブボーカルですね、ジェオさんです。네、こんにちは、ブロック B에서폭풍카리스마랩을맡고있는ブロック B ピオ입니다。はい、カリスマあふれるピオさんです。こんにちは、ブラック에서미소를담당하고있는유건입니다。微笑み担当のユゴンさん。네、안녕하세요、ブラック에서댄스를맡고있는비범입니다。はい、ダンス担当のビボムさん。네、안녕하세요、ブラック에서탁구왕박경입니다。卓球担当のパッキョンさんです。卓球担当というですね、はい、些細な皆さんです。今年韓国デビューをしたばかりで、おととい日本初ショーケースも披露したブロック B の皆さん、番組では皆さんからのつぶやきを募集しております。どしどしつぶやいてください、お待ちしております。はい、後ほどお伺いしたいと思います。はい、さあこの後はそのブロック B の魅力に迫ってまいります。メイディーイエーはい、本日はスペシャルゲストに大阪新人アーティストブロック B の皆さんをお迎えしております。はい、まずはですね、今韓国で最も注目されているというこの超大型新人ブロック B、はい、一体どんなグループなのか VTR にまとめてみましたので一緒に見ていきましょうかね。はい、じゃあ、しーじゃ VTR スタート。ブロック B、 その名前に歌謡界のブロックバスターになるという意味が込められた彼らは、今までのヒップホップアーティストの限界と常識を超えた期待の新人としてデビュー。メンバーは作詞作曲を手掛けるカリスマリーダー、ジコ。楽曲の要となるラップメイキングを担当するパクキョン。デビュー前はモデルとしても活躍していたサブボーカルのジェヒョ。ボーカルとダンス担当、ギターも得意なユグオン。
グループの振り付けを手掛けるダンス担当のリボム。オーディション番組出身の実力派ボーカリストテイル。低音のラップが魅力的なマンネ P.O.そんな彼らを育てたのは韓国の超カリスマラッパーのチョ PD。 リーダーのジコがチョ PD へデモテープを送ったことがきっかけとなり、ブロック B が結成されました。かつてない実力派ルーキーとして大注目のブロックバスターことブロック B がこの後スタジオで大暴れ。はい、まあ、あのチョー PD といいますとね、韓国を代表するトップアーティスト、ヒップホップアーティストなんですけど、彼がプロデュースということで、まあ、注目を集めているこのブロック B なんですが、まずは日本で初めてのショーケースライブ全国ツアーチュカミダ、おめでとうございます。そして今回ですね、初めて日本に来たメンバーもいるんですって。はい、誰ですか？楽しみにか、パキョン君。ね、パキョンさん、ね、ね、日本のインさんを어때요? 일본의 인상은? 일본에 전 처음 왔는데 너무너무 좋아요. 제가 상상했던 거랑 딱 들어봤습니다. 例えば 어떤 부분이? 너무너무 거리도 깨끗하고요. 사람들도 너무너무 이쁘시고 여자분들이 특히 이쁘시고요. 네. 그리고 저희가 또 이제 와서 또 태풍이 오늘 몰아치고 있어요. 네. 그래서 저희가 태풍처럼 여기를 다 쓸어버리겠습니다. 아, 뭐, 제가 상상했던 이상으로 일본은 이 국이다나っていう風に感じたみたいですけれども 길도 すごく 綺麗ですし, 그리고 街を歩く 女性の姿にも 감동したみたいですよ. 綺麗で. 嬉しい 限りですね, それは。はい。はい。 そしてなんと今これライブ映像流れておりますけれども、はい、こちらね、東京での初公演を終えたということでございますけれども、はい、手応えはどうだったんでしょうか、ユゴンさん。ねえ、落としちゃったよ、今夜일단재밌었고요まずはとにかく面白かった、楽しかったです。팬분들이많이오셨어요저희공연장이되게컸는데거기를꽉채우셨더라고요그래서기분이너무좋았고그리고팬분들이같이호응해주시고같이노래도같이불러주셔서너무기분이좋았습니다はい。とにかくね、あの、ZEP 東京のあの大きな会場が本当にいっぱいに埋まるほどのたくさんの皆さんが来ていただいたことにまず感動したと。それからですね、あの、会場の皆さんと一緒に呼吸を合わせることができて、すっごくそれが嬉しかったと。ということですね。一緒に踊ってくれて、歌ってくれてということで良かったですということでした。もうそのくらいファンの皆さんも本当一体化してますし、ね、で本当に注目皆さんがしているっていうのがよくわかりますね。だって初公演なのにもうみんなブロック B 持ってこんなことしてますからね。ノリノリですからね。さすがですね。素晴らしい。まあでもここまでに至るためにはですね、はい、いろいろ大変なこともあったと思います。はい、ね、大変だったこと、嬉しかったこと、いろいろエピソードがあると思いますが、ジコさん。일단저희공연이제크레딧사이사이에이제대기시간이너무짧았어요그래서제개인공연은끝나고팀공연을하러갈때그때너무러닝타임이너무적어서의상을갈아입고바로가서공연을해야했기때문에정신이너무없어서리허설때보다좀더만족스러워지못한결과가나온것같아서그부분이참아쉽습니다あの今回のステージはですね、まあ、みんなでのステージはあるんですけどもソロのステージとか先ほども出てましたけれどもユニットのステージもあったりでとにかくねその着替えの時間も含めて次から次へとその時間をこなしていかなきゃいけないってこともあってもう心ここにあらずの状況だったんですってですからリハーサルの時はできたんだけれども本番の時にできなかった部分もあってその辺がちょっと惜しかったんですよということでしたがでもツアー続きますからさらにこうどんどんレベルアップして宣伝された、ねはい、ステージにしていただきたいと思います、はい、日本のファンの皆さんの反応どうですかピオさん네일본팬분들은이렇게저희오기전에좀소심하시고좀이렇게작으셔서소리도이렇게막안지르시고그럴줄알았는데막상오니까너무막이렇게환호성도엄청크게질러주시고막이렇게막방망이띄워주시고막이렇게저를더힘나게힘낼수있게막이렇게더뭐라그래야되지크게크게환호를해주셔서너무너무이렇게힘이됐고참이렇게즐겁고그렇게할수있었던것같아요まあ最初ねファンの皆さんと会った時というのはこれだけ大きな応援をしてくれるんだろうかっていうその不安感というものがあったんだそうですね。でも徐々に徐々にそのライブの時間が経過することによって少しずつそのファンの声援が大きくなってって最後はうわこんなに一緒にね応援してくれるんだっていうその温かい気持ちを受けることができてすごく良かったということでね彼は確実に緊張してます。なんか私もその喋る前にベロでペロッと若干口が回ってます。僕がフォローしました。ありがとうございます。可愛いですね。はい。さあということで今回はですねメンバーをもっともっと知ってもらおうということでこんな企画を用意いたしました。しーちゃ。Next, はい、
韓国ではかなりの話題となっているブロック B の皆さんですが、はい、まだちょっと知らないなという日本のファンの皆さんもいらっしゃると思います。そんな方々のためにメンバー皆さんに特技を発表していただきましょう。はい、はい、ただね、自己紹介ではなく隣のメンバーの紹介にしていただきます。隣のメンバーの名前とあとメンバーの中で一番、得意なこと特技を話していただきましょうか。はい、紹介していただきたいと思います。はい、さあそれではジコさんからいきたいと思いますが、じゃあジコさんがテイルさんを紹介してください。네제옆에테이리형은아시다시피저희팀의메인보컬이고요네그리고굉장히밝은성격의소유자입니다네그나이와걸맞지않게저희팀에서가장귀여움을담당하고있고요특기는물론가장잘하는보컬이죠네노래실력やはりチームの中でのメインボーカルを務めているということもあってやはり歌の魅力が一番だと。そしてねすごく明るいということですよね。さあそんな魅力あふれる、はい、テイルさん、はい、ね特技は歌というふうに聞いておりますが、ノレチグムプルスいすみか、ね、おお今歌ってくださるということで、はい、せっかくですからマイクを用意いたしました。今日は、ぬぐのれる準備はしましたよ。ナユンゴン선배님의두걸음고요。はい、バラード界を代表する歌手のナユンゴンさんの曲を今日は歌いたいと思いますということです。では、お願いいたします。짧게。はい、ちょっと短くです。두걸음걸어요난아직도너무속이상하죠걸음마다사랑했던널보내야하니까 No You never cry Don't say goodbye 너멀어져가지마네여기까지입니다ありがとうございます。すごい最後の高音で鳥肌ブルブルブルって立ちます。うわーって言うよね。うわーって言う声でしたね、はい、素晴らしい。テイルさんありがとうございます。じゃあ次はテイルさんからユゴンさんを紹介してもらいましょうか。はい、はい、お願いします。で、제옆에있는ユゴン이는저희팀에서댄스를맡고있고요특기로는동물흉내를그렇게잘냅니다。네、はい、ダンス担当ということですね。まるで動物のようにこう華麗に動くということでございますが、さあそれではどうしましょうね、ユオンさん。ユオンさんにダンス、ダンスポイジュルシスですか？ダンスよ。ダンス。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの方に来ていただきましょう。はい。じゃあ、어떤ダンス、어떤춤을준비하셨어요？아、クランプ라는、はい、네、되게パワフルなダンスを준비했습니다。クランプというパワフルなダンスを今日準備してくださいました。はい。はい、네、제가ビートボックスを하면서。お、ビートボックスをやりながら。お、すごい。すごいですね。はい、ではお願いします。おお、ありがとうございます。すごいですね、空気の振動まで感じましたよ。はい、かっこよかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まだまだ魅力を発掘してまいります。パッキョンさんからは CM の後ご覧いただきましょう。メイディ